豊島新作は、テレビ東京の報道局報道記者、ディレクター、元ニュースキャスター。福岡県久留米市出身。1999年3月、福岡県立秋吉高等学校。2003年3月、早稲田大学法学部卒業。2005年3月、東京大学大学院、法学政治学研究科修了後の同年4月、テレビ東京に入社。 同期入社は、元同局、現、フリーアナウンサーの亀井京子。2006年10月人事にて、報道局政治部担当として、首相官邸や霞が関、与野,野党担当。2011年4月人事にて、番組制作担当として、ワールドビジネスサテライトのディレクターに着任。同年10月3日から、担当番組のマーケットキャスターとして、ディレクター兼任として、 出役の側に回り、2015年10月2日、放送文を最後にキャスターを降板し、兼任からディレクター専業に戻る。2016年に1月人事にて、同局ロンドン県モスクワ市局長に就任。ニュース取材報告として、欧州、中東、アフリカ地域の経済取材を担当した。2019年7月人事にて、本社に起任し、番組ディレクター兼、 クロスメディア部デジタル副編集長として、ニュース取材動画の同局報道部のウェブサイト、テレ東ニュース掲載担当として従事している。テレ東、大親アナ、帰国会見、弱小局であることを忘れずに生きていく。 オーコンニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2034925スラッシュフルスラッシュ2020年8月1日閲覧。都島新作キャスターが、WBS 卒業同居、大江キャスター、寂しい。スポーツ日本。 https://www.sponichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ10スラッシュ03スラッシュ kiji スラッシュ k20151003011252180 html2020 年8月1日閲覧日本骨髄バンクテレビ放映のご案内 2015年3月1日閲覧。WBS 公式 Facebook ワールドビジネスサテライト。2015年3月1日閲覧。ドナーズネット。ボリューム28し島晋作さんこの人にインタビュードナーズネット。2015年11月5日閲覧。カメラを止めるな。テレ東中の人ファイルカメラを止めるな。テレビ。 東京公式ノート2020年8月1日閲覧同じ福岡県出身で大江は実家は無前市高校は北九州市で都島は久留米市と距離はある上マリコのツイートテレ東の朝が変わります愛内優香もメインキャスターで登場ニュースモーニングサテライト4月リニューアルテレ東からのお知らせテレビ東京テレビ東京 2021年2月1日閲覧。ありがとうございます。